ちょっとこっちにいるさ、ちょっと待って。グルドも全部俺だけやんけ。もう映っちゃってるかしら。公開みたいな。はい、我々サイジア本日をもちまして、はい、新メンバーにドラムのみやびくんを加えまして、今日から4人で発表いたします。イエイ、はい、というわけで、まあ、もう早速その新メンバーに登場してもらいましょうか。はい、はい、お願いします。みやびくん、どうもはじめまして、はい、じゃあちょっと真ん中に、はい、はい、あ、俺が、いや、もうツイートの担当がいるんで、いける？あ、もう一回やるってこと？うん、URL は一緒で、写真を、写真だけ変えて、あれ、ちょっと写真を、あーやべえ、段取りが、やべえ、クソくだりを見せてるどうもはい、はい、はじめまして、サリージャー新メンバー、ドラムの宮城です、はい、はい、改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕、もともと大阪にいまして、はい、あの東京に、メンズアイドルを目指して、はい、上京しようかなっていうタイミングで、はい、アスカ君、共通の知人が、知人っていうか先輩が、あのこんなバンドあるんだけどで、紹介してくれたのがサリジアで、で、僕もだからメンズアイドルで歌って踊ろうと思ってたんですけど、あの、まぁ、一回話聞いてみようかと思って、で、一回東京でね、会いました、ね、そしたら、あの、みんなで角をつけるって言うんですよ。それに大変惹かれました。そこなんだ。そうだね、完全に、いや、なんかみんなで角つけるってなんかすごい可愛いなと思って、まあもう一回ビジュアル、まあ昔ビジュアル系やってたんですけど、もう一回ビジュアル系やろうと思って、まあ、そう思わせてくれてね。はい、だってまだね、なんか曲も聴かしてない段階からそのやりたいって言ってくれたもんね。そう、完全にアーシャー見て。逆にね、そのサリジャーのメンバーも僕のことをドラマなんですけど、僕はドラムを叩いてるとこも見ずにね、人間性だけで、選んでくれてね、はい、そうですね、はい、なんかいい感じやったと思って。いや、まあ、一番初めにね、あのファミレスで4人で会った時に、夏隣の席やって。あ、そうだったね。そうだった、覚えてるな。で、まあなんかバカやなーって思って、でもなんかさ、顔がね、マスクがすごい甘くて、なんか憎めない、可愛らしい男やなって。で、まあその話でうちに、結構ね、かっこいい曲も作るし、あ、なんかバカっぽいけどちゃんとやるんや、この人って思って、まあだからね、可愛い弟って感じで、かなり好印象でした。ありがとうございます。一番初めに待ち合わせして迎えに来てくれたのはアスカ君で、で、そのメンバーが待ってる店まで、まあちょっと気まずい時間長かった。初対面で、初対面で、あのなかなか初めましてってね、あのないじゃないですか、はい、あのその中で、あの初めましてっていう感じで2人で歩いて、まあそうですね、もうボーカルっぽい顔やなと思って、で、あとやっぱなんかクズそうやなって思って。ひどいな、いきなり転落したら。まあでもね、あのすごい声がね結構太くて、うん、はい、で、結構なんていうか甘い声も出せるし、ハイトーンも結構出るし、いいボーカルやな。まあ、僕結構ね、ボーカルの人がね、結構ドラマーの前に立ってます、はい、こいつやったら俺の前に立ってもいいって思わせてくれた。
っていう。ありがとうございます。完全にもう僕の相方ですよ。彼は。いやそうですね。はい。まあ兄弟的な感じでリズム隊なんでね。はい、一番、まあ、息合わせてやらない。そうですね。いやなんかね、あの、うん、いやよかった、なんか嬉しいんですよ。もう一人なんかこう喋れる人が入ってくれて、ね、まあちょっと関西乗りと関東乗りちょっとね、あ、乗りが違うんですけど、まあこれからはあの二人で協力して、はい、面白いねネタとか、はい、やっていく。そうですね。はい、まあでもすごいね、あのショーマっていう男は、男らしくて、はい、ありがとうございます。はいこれといったなんかこれといった印象ない印象ないけど、なんかグラサンかけてた気がする。そうですね、グラサンかけてました。あのちょっとヤンキーというかそのチンピラみたいなのしてバカって言ったから悪口言う。いや違う違う違う、そうなんかちょっとやべえ俺でしたけど、うん、まあよかったかな、よかったかな。やっぱバカですよ。あれこのなりで絶対優しい人ではないなって。やばいね。まず怖い人なんだなと思って。で、うわどうしよう、でも人は見た目じゃないからやっぱ中身で話していかないとなと思ったんだけど、話したらすげえなんかこう低姿勢って言い方したら丁寧だったから、はい、あ、ちゃんと喋れる人だと思って。そう、ありがとうございます。第一印象は、まあ俺も同じく怖い人だなと思って、見た目がね、やっぱね、見た目がね、よく言われんだ。見た目は怖い人だなと思ったんだけど、なんかこれ関西人特有なのかもしれないけど、あ、タメ口になるの早と思って、はいはいはい、あ、これはなんかその悪い意味じゃなくて、だからこそちょっと初めて会った時から話しやすかったのが、タメ口で来てくれたおかげで、なんかこう、あ、どうもみたいな空気がずっと続くわけではなく、最初から割と結構、なんか、なんやかんや喋れたかなって思って。で、なんか2回目に会った時に、入れ墨が増えてて、うん、さらに、怖っと思ったんだけど、まあ、いろいろとなんか、結局は、そのね、俺ら、後加入じゃないですか。だから俺らがこう決めたことに対して言ってしまえばこうちょっと乗っかってもらわなきゃいけないっていう立場で難しかったと思うんですけど、結構柔軟に対応してくれて、本当になんか、うん、なんかこんないい人珍しいなぐらいな、見た目と180度違うなみたいな。そうだね。というわけで、まああ、なんかありますか。いやね、やっぱみんな怖いって思ってたよなと思って。でもね、ほんまに怖い顔だけなんで、結構ディズニーが好きで、中身はすごい可愛らしい人なんですよ。なんか、もう特にないか。特にない。最後、何か言いたいことありますね。そうですね、まあ、今ね、応援してるサリジナのね、ファンは一番驚いてると思うんですけど、本当に一生懸命やっているつもりなんで、このね、3人でやってきた輪もね、僕が来たことによって、変に邪魔することもなく、迷惑はかけないで、なんかね、結構、いろいろ新しいじゃないですか、あ、そうですね、僕もあったんでね、なんか、警戒してる子もいると思うんですけど、メンバーが言う通り、僕は、すごくいい人です。